皆様ごきげんよう今日は令和4年11月25日金曜日今時間は午後1時半です今日はとても良い天気で少し作業をしますと汗ばむくらいの暑さというか暖かさです今私は船橋市千葉県の船橋市に住んでいます私は 出身は栃木県の佐野市で、その後、大学に入るとき、まあ、東京に来て、高円寺、それから、社会人になっても高円寺に住んでいて、もう船橋というところには全く縁がなかったんですね。でも、縁があって、こっちに越してきて、えー、住み始めて、えー、もうだいぶ経ちます。それで、ここに来てね、すごい発見というか、 この船橋一帯は、えー、軍の、まあ、今では自衛隊ね、自衛隊の施設がね、集積してるんですね。えー、で、戦前までは、旧陸軍、海軍の施設が集積してました。船橋は軍と、軍の都と言われていたような話も聞きます。だからね、近くには、えー、陸上自衛隊の駐屯地、 それから海上自衛隊の基地もありますこれ飛行機のね、えー、偵察機の基地、えー、訓練施設なのかなそれから旧、まあ、陸軍海軍の施設移行、まあ、戦争の移行でいえばほど近いところに行田というところがあるんですけれども行田の無線塔無線施設ねここからはあの有名なあ新高山登れ 電文、えー、が発信された、ああその電波塔です。巨大な無線施設ですね。もう建物は全然残ってないんですけれども、本当にその当時の道路が特徴的な道路、こう丸くね円を巨大な円を描,描いているんですね。そういうのはまだ残っています。でここに来てね、だからそういう自衛隊とか旧海軍陸軍の 意向を見ると国防国を守るっていうことはどういうことなのかなっていうのにねすごく意識がね高まりましたそれは高円寺とか佐野とかに住んでいたらなかなかもしかしたら今ほどはね高まっていなかったのかもしれないそう考えると今この船橋というところに住んでそういう陸上自衛隊海上自衛隊旧陸軍海軍の施設の意向を に接する機会が多いっていうのはいいことだったなと思いますそれではまたお会いしましょう See you